チェルミスロープウェイ切断事件は、1998年2月3日に、イタリアのチェルミス山で発生したアメリカ海兵隊、航空機によるロープウェイのケーブル切断事件。トレントの北東 40km に位置し、スキーリゾート地として知られるサンソンカバレーゼが、事件の舞台となった。ロープウェイのゴンドラに乗っていた20名全員が、死亡した。 航空機のパイロットである海兵隊のリチャード・ J ・アッシュビー隊員とその広報士ジョゼフ・シュワイツ・アタは軍法会議にかけられた。過失致死の罪については無罪となったものの機に搭載されていたビデオテープを破棄していたことから司法妨害及び証拠及び真摯にある間ジ行為について有罪となり海兵隊を不名誉除隊となった。事件及び1回目の裁判における 無罪評決は、イタリア国民の感情を刺激し、アメリカ合衆国とイタリア間の外交問題に、発展した。事件を起こしたものと同権域の EA-6B プラウラー1998年2月3日の、現地時間で14時13分に、米海兵隊の第2海兵戦術電子戦、飛行隊に所属する、電子戦機の EA-6B プラウラーが、 低高度飛行訓練中に、チェルミス山の山頂と麓を結ぶロープウェイのケーブルに接触した。木は時速540マイルで260から330フィートの高さを低空飛行していたが、アメリカ国防総省の指針ではこの地域における最低高度は1000フィートであった。地点北46度17分01秒統計11度28分02。 ビオ、北46.283733度統計11.467237度、46.28373311.467237 46において、木の右翼がケーブルと接触し、20人の乗員、乗客が乗り込んで山頂から下降していたゴンドラが、落下、80メートル下の地面に激突した。乗員、乗客は、全員が死亡した。木は、 翼と尾翼に損傷を負ったものの、所属基地である、アビアーノ郊外のアビアーノ空軍基地に帰還した。米国海軍及び海兵隊所属の軍人の犯罪捜査の管轄権は、海軍犯罪捜査局とされているところ、本県の調査には、海兵隊が介入し犯罪捜査の権限もなく、犯罪捜査部門を持たない、海兵隊が捜査を担当した。なお、本件事件よび、 米国内で行われた軍法会議の結果、米海兵隊はアビアーの空軍基地から撤退している。落下したゴンドラには一人の乗員と19人の乗客が乗車していた。乗客はすべてヨーロッパ諸国の国民で、ドイツ人が8人、ベルギー人が5人、イタリア人が3人、ポーランド人が2人、オーストリア人とオランダ人が1人ずつだった。 当時アメリカ合衆国大統領であったビル・クリントンは公式に謝罪するとともに賠償金の支払いを確約した。中イタリア大使のトーマス・エム・フォグリエッタは事件現場に赴きひざまずいて祈りを捧げ謝罪を行った。イタリア国内では事件をチェルミスの虐殺と呼称され反米抗議デモが発生した。 イタリアにおけるアメリカ軍の駐留に反対する意見や NATO 加盟への疑問も見られた。デモの参加者にはイタリア語で NATO が生まれるを意味することからボーンツーキルとかけて NATO パーウッチーデレとのプラカードを掲げる者もいた。イタリアの検察当局は4人の海兵隊員をイタリアの司法で訴追することを望んだが、イタリアの裁判所は 事件の司法権は、ナトー条約の規定によって、アメリカにあると判断した。当初は機に登場していた4人すべての卒追が、検討されたが、司法取引によって、最終的にはパイロットであった、海兵隊,隊隊員のリチャード・ジェイア・シュビーとその広報士、ジョゼフ・シュワイツア隊員のみが20人の飛行誇殺と、過失致死容疑で裁判にかけられることになった。 アシュビーの裁判は、ノースカロライナ州のラジューン海兵隊基地において、開始された。裁判において、携帯していた、広報地図に、ケーブルが記載されておらず、また EA-6B は、軍の規定よりもやや速く、また著しく低い高度を飛行していたことが明らかとなった。当時の規定最低高度は2000フィートであったが、パイロットは、 事故当時1000フィートを飛行していると考えていたと主張した。実際にはケーブルは高度360フィートで切断されている。パイロットはまた機体の高度計が適切に機能しておらず、また速度規定についても知らなかったと述べた。1999年3月に裁判長は無罪判決を言い渡した。これを受けて、 シュワイツァーについての基礎も取り下げられた。二人は、この飛行を最後に、ボスニアにおける任務を終了し、アメリカの基地に帰還することになっており、それを記念するために機体にビデオカメラを搭載していた。二人はこのビデオテープを、事故当日に破棄しており、この行為は、証拠隠滅を疑われ、司法妨害及び証拠及び真摯にある間じ行為で、 再び軍法会議にかけられた。アッシュビーは、事故後にビデオテープをシュワイツァーに手渡したことは認めたが、その後どうなったかについては何も知らないと主張した。シュワイツァーは、裁判において、ビデオテープは、飛行時には録画されておらず事故後にも再生していないと、涙ながらに訴え、自分が破棄したテープには、自分が笑っている姿が映っていたため、 イタリアのメディアにより戦場的に利用されるのを恐れたために破棄したのだと主張した。裁判は規定により海兵隊士官により構成される陪審員団により裁かれ、1999年5月に二人は不名誉除隊となることが決定された。海兵隊の広報担当官は不名誉除隊は十分に重い刑罰であるとコメントしている。パイロットについては 6ヶ月の禁錮刑も言い渡され、服役態度が良好であったため4ヶ月半で釈放された。アッシュビーは釈放のすぐ後にラスベガスのカジノにおいて不法侵入の容疑で捜査を受けている。2007年になり、アッシュビーとシュア,アイツァーは事件の再調査を要求した。彼らは以前の裁判において検察官と弁護士が密約を交わし、イタリア世論を考慮して、 過失地資材を取り下げる代わりに、司法妨害で裁くことにしたのだと主張した。彼らの要求は、同年11月に却下された。1999年2月までに、犠牲者の遺族は、犠牲者1人当たり6万5千ドルの一時金を、イタリア政府から受け取っている。1999年5月に、アメリカ議会は4千万ドル規模の保証予算を、否決した。 同年12月にイタリア議会は1人当たり190万ドルの保証金を承認した。NATO の規約によりアメリカ政府はこの金額の75%を支払った。これを単純計算すると2850万ドルを支払った計算である。1976年3月9日には同じロープウェイにおいて指示ケーブルが切れ。 子供15人を含む42人が死亡する事故が発生している。1961年8月にフランスにおいても類似の事故が発生している。この事故ではフランス空軍機がエギー・ユ・デュ・ミディからモンブランを繋いでいたケーブルを切断し6人が死亡した。ありがとうございます。